ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはシリーズ廃村と玄界村、福井県特集。かつて栄えた村があった。人々は皆明日を夢見て元気に暮らしていた。何より隣近所の助け合いがあった。子供たちがそこら中を走り回ってとてもにぎやかだった。村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て懸命に生きていた。しかしそれが櫛の刃が欠けるように一人また一人と村から出ていった。町から人々は去り、高齢者だけが村に残された。しかし村にお店はなく、病院も介護もできない。いつの間にか学校も消えてなくなった。子供たちもいなくなった。校舎だけが取り残され、草木にうずもれていく。もう戻ることのない子供たちを待つ姿が哀れだ。子供たちがいなくなっても始業時間のチャイムが鳴り響く。チャイムを鳴らしても一人も席についてくれない。それでもいつか子供たちが帰ってきてくれることを信じているようだ。体育館では一人ピアノだけが子供たちを待ちわびていた。耳を澄ますと子供たちの喧騒が聞こえる。今日もまた誰にも帰り見られることのない無駄なチャイムが校舎になり響く。家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら待ちわびている。いずれは朽ち果て草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中でそれでも懸命に生きていく。かつてはにぎやかだったあの頃を覚えている人もいずれは誰もいなくなるのだろう。うちは祖父の代から炭焼きの丘だった。集落には他にも炭焼きで生計を立てている家が数軒あった。裏山では畑を耕し野菜を作っていた。野菜は作っても作っても動物に荒らされた。うちの集落に電気が来たのはいつだったか。電気が来たおかげでこんな山奥でもテレビが見られるようになった。もっとも映るのは NHK の番組だけだった。新聞のテレビ版にある他の番組が見たくてチャンネルを回しても声さえ聞くことができなかった。世の中は不公平だ。誰か住んでいるのか。音のない世界が広がる。学校まで4キロの道のりを。雨の日も風の日も来る日も来る日もただひたすら学校に通った。なぜ私だけが、どうしてこんな山の中に。先祖を恨みました。しかしその学校も今は消えてなくなった。
私が卒業と同時に。どうせ亡くなるなら、もっと早く亡くなれば、あんなに苦労することもなかったのに。今でも夢に出てくる、あの子はどうしているのだろうか。今でも忘れない、あの日のことを。できるなら、あの日あの時に戻って、やり直したい。シリーズ、廃村と限界村。かつて人の営みのあった集落の今。福井県特集、ディスカバリージャパン。本動画は廃村か限界集落かを突き止めるのではなく、かつて人の営みのあった古民家を多く残す集落の今をお伝えします。所在地は犯罪を助長するので控えさせていただきます。今地方の村に行っても不気味に静まり返り、何の音もしない。行政の統計では人が住んでいるはずなのだが、誰にも会うことはない。正直言って住んでいるのかどうかわからない。屋内に洗濯物を干している家も空き巣防止かもしれない。日本中どこに行っても似たり寄ったりの光景が広がっている。これからもっともっと加速していくことだろう。ふるさとを離れて今思う子供の頃の思い出。当時どこのうちも勤め人など皆無で、農業の他に炭焼きや林業関係の妊婦仕事で生計を立てていました。
昭和40年3月、明治以来の分校も少子化により休校となりました。エネルギー革命とやらで木炭の需要が落ち込み、仕事がなくなったのです。集落の住民も一人また一人と姿を消し、家だけがポツンと残されました。たった一人になりましたが、中学卒業までひたすら通い続けました。一人になると、なぜこんな山の中に生を受けたのか、自問自答する日々でした。とにかく早く、ここを出たかった。その日も普段通り、まだ薄暗い、6時前に起きました。あの日のことは、今でもはっきりと覚えています。朝ごはんをいただきながら、この地域で唯一受信可能な NHK の明るい農村を見て家を出ました。畑の雪は消えたが、遠くの山はまだ真っ白だった。峠を下った集落の入り口で、先輩3人と待ち合わせて、学校に通いました。先輩の茂さんが、今日が最後だねと言ったのが印象的でした。茂さんたち3人の先輩は、今日が卒業式で、明日からは私一人きりになるのです。私は昭和32年、某集落で生まれ育った分校最後の1年生です。低学年の4年生までは分校に、高学年の5年生と6年生は4キロ離れた本校まで徒歩で通いました。しげるさんは1年下の私にいろいろと親切にしてくれました。でも卒業したその年に一家で引っ越ししたことを風の頼りに聞きました。どうしてうちよりもずっと条件はいいはずなのに。一度だけ学校帰りに誘ってくれました。うちにはない電化製品の数々に羨んだものでした。どうしてうちの家族はこんな山の中にいつまでも暮らしているのだろうか。ふるさとを離れて今思う。子供の頃の思い出。子供は幼児から集落ごとに集団で遊んでおり、学校といっても先輩後輩といった意識は全くなく、雰囲気は遊びの延長のようなものでした。私も先輩に平気でタメ口で答えていました。村内にプールはなく、どの集落でも川で泳いだり、魚釣りをしていましたが、谷水は冷たく、泳いだ後は焼けた岩に寝転んだり、焚き火で体を温めていました。おやつなどの習慣はなく、春はグイビヤキイチゴ、シャジナッポ、秋は柿、あけび、栗など、その季節に採れるものを食べていました。昭和40年3月、明治以来の分校も、少子化により休校となりました。地域住民の存続を願う声も多く、廃校ではなく、とりあえず休校とした経緯があったようです。
翌月から村が新規に購入したスクールバスでの通学が始まりましたが、送迎は分校までで、その後も一番遠い子、各いう私のことだが、3キロ歩いて通いました。集落に電気が来たのは昭和25年。集落で最初のテレビと電話は我が家で、36年と42年でした。毎週金曜日の夜だったか、近所の人が大勢集まり、真っ暗にした部屋で力道山や、豊登りの活躍に熱狂する姿を覚えています。今は2軒となってしまいましたが、その頃は十数軒ありました。歴史の道を行く、福利県の小浜から、行商人たちが道を切り開き、サバを運んだ。そのルートをサバ道という。ふるさとを離れて今思う。冠婚葬祭は集落総出で行い、重機や葬儀用具なども共同で所有保管していました。バナナが食べられることが嬉しかった記憶があります。1月のどんど焼きで焼いた餅や団子なども楽しみでした。毎年6月に当番の家に集まり、大きな数珠を回して、無病息災を記念する夏祈祷や、陶器の甘酒祭なども、集落ごとに催していましたが、40年代には、廃れてしまいました。高度経済成長は、こんな僻地でも生活様式を一変させたが、その後は過疎への道と転げ落ちていきました。未舗装の凸凹道路が立派な2車線の舗装道路に整備されました。
実はもう何年も前から村に陳情していたのですが、それがやっと実現したのです。しかし皮肉にもそれが実現したとき、肝心の住人はいなくなっていました。僻地に見切りをつけ、都市部などに移住する家が続出した結果です。せっかくできた道路は何の恩恵もなかった。当初は単身赴任の季節労働者で、土器月来と週末に帰宅して農業や家事に勤しむ生活で家族を支えていましたが、やがてここを維持する必要もないほど町での生活は希望にあふれていた。昭和43年、大事件が起きました。自分の家に自家用車がやってきたのです。父は出稼ぎに単車で工場まで100キロほどの距離を通っていましたが、とうとう自家用車を買えるほど裕福になったのでした。洗濯機やプロパンガスの使用もその頃だったと思います。それまでは川で洗濯し、かまどで煮炊きをしていましたので、やっと日本の標準に追いついた頃かもしれません。田舎には仕事がないから過疎になると思われがちだが、もちろんそれもあるのだが、行事やお祭り参加への縛り、消防団への参加がほぼ必須なこと、しきたりの厳しさ、ちょっと変わったことをすればすぐ村中の噂になることなど、それらの縛りについていけない人が増えたのが過疎化の大きな原因だろう。昔は農家を辞めると他に働き口は近在になかった。しかし工場が徐々に郊外に進出するようになり、働き手を求めるようになった。こうなると目先の利く者はどんどん村を捨て都会に出ていった。最後までご覧いただき、ありがとうございます。